源氏物語、源氏物語、各条のあらすじ、梅氏。梅氏は、源氏物語54条の巻名の一つ。第32条。巻名は、縁の席で、弁償償が歌った西原にちなむ、光源氏39歳の春の話。東宮の喧服に合わせ、源氏も、明石の姫君の模擬の支度を急いでいた。源氏は、女君たちに、炊き物の調合を依頼し、 自分も神殿の奥に引きこもって、秘伝の功を調合する。雨の少し降った2月10日、ホタル兵部境遇を迎えて、滝物合わせの繁者をさせる。どの滝物も皆それぞれに、素晴らしく、さすがのホタル宮も、優劣を定めかねるほどだった。晩になって歓元が模様され、美声の弁償賞が陪身を歌った。翌日、明石の姫君の模擬が盛大に行われ、 秋吉中宮野が腰ゆいを務めた。姫の美しさに目を細める中宮野、と感心していた。源氏は本来ならば、明石の味方も出席させるべきであったものの、噂になることを考えて、出席させられなかったことを悔やむ。東宮も受大を待ちかねていたが、源氏は他の苦行たちが遠慮して、娘を高級に入れることをためらっていると知り、あえて受大を遅らせる。 曲は、手芸者と決め、華麗な長度類に加えて優れた名筆の手本を、方々に依頼する源氏だった。そんな華やかな噂を聞きながら、内大臣は、雲井の狩りの処遇に、相変わらず悩んでいた。源氏も夕霧がなかなか身を固めないことを暗示ており、親として、自らの経験を踏まえつつ訓戒し、それとなく、他の演壇を進める。その噂を、 父の内大臣から聞かされた雲井の狩りは衝撃を受け、あっさり忘れられてしまう自分なのだと悲しむ。久しぶりに、人の目を忍んで届いた夕霧からの分に、夕霧の冷淡さを恨む変化をし、心変わりした覚えのない夕霧はどうして、雲井の狩りが、こんなに怒っているのかと考え込む。ありがとうございます。